ジョルジュ・ドベリオは、ルーマニア出身で、フランスで活動したホメオパシーの医師であり、印象派の作品を収集した美術収集家として知られる。アルーマニア人とルーマニア人の貴族の血を引き、裕福であった。1851年、パリに移り住んだ。1874年、ナダール写真館で行われた印象派第1回展覧会で、クロード・モネの作品を購入し、 いいご飲んで購入した。1878年には、モネの、印象、日の出を購入した。その他、アルフレッド・シスレー、ピエール・オー・ニュストル・ノワール、カミー・ユ・ピサロ、ベルト・モリゾの作品を収集した。印象派を、ルーマニアの画家ニコライ・グリモレスクに紹介する役割も、果たした。作品の購入だけでなく、直接、友人となった、印象派の画家たちに、 経済的な支援を与えたり、医師として相談に乗ったりした。モネとの手紙のやり取りからは、二人の親しさが読み取れる。彼のコレクションは、ビクトール初期やウジェーヌミュレのコレクションと並び称される。彼の死後、娘のビクトリーヌドーノプ・デモンチーが1940年に、コレクションをマルモッタンモネ美術館に寄贈した。ありがとうございます。